YSL リップレビュー、平野翔が選んだナマツヤリップ。ラブシャインキャンディーグローバームの色比較魅力を徹底解説。平野翔 YSL でバッドボーイに変身。挑発的な色気が爆発。平野翔がイブ・サンローラン・ボーテ、YSL のアジアアンバサダーとして、日本人として初めて全国の YSL テントをビジュアルに登場することが発表された。このニュースは、 たくまにファッション業界だけでなく、多くのファンの間で話題となり、平野の持つ影響力とその魅力が改めて証明された瞬間であった。平野はその挑発的で、バッドボーイな雰囲気をまとい、ピンクを基調とした世界観の中で輝く存在となっている。これまでのキャリアの中で培ってきたカリスマ性と独特のオーラが、YSL のコンセプトと見事にマッチし、新たなビジュアルはただの広告ではなく、 まるでアートのような一つの表現作品として多くの人々の目を引きつけている。今回のビジュアルで平野がまとう、YSL ラブシャインキャンディーグローバームは、YSL 史上初となるリップバームで、その処方の約85%がケア成分を含むという画期的なアイテムである。このリップバームは、まるでバターがとろけるように滑らかに広がり、じゅわりとにじみ出るような生艶と自然な血色感を演出してくれる。さらに、 モダンでプレイフルなシャイニーピンクのパッケージも魅力的で、持っているだけで気分が上がるデザインだ。平野がメインビジュアルで使用したカラーは 1B、そして他のビジュアルでは 44B を使用しており、それぞれのカラーが異なる雰囲気を作り出している。この細やかな演出により、見る人の心をつかむことができるのだ。平野翔は、その活動を通じてこれまでも多くのファンを魅了してきたが、 今回の YSL のアンバサダーとしての役割は、彼の新たな一面を見せる重要なステージとなった。挑発的な雰囲気の中にどこか繊細さが感じられる彼の存在は、単に、かっこいいだけではない、深みのある魅力を放っている。それは、従来のファッションアイコンやモデルが持ち得ない、独自のオーラと言えるだろう。彼の演技力やパフォーマンスはもちろんのこと、内面からにじみ出る自信や、 何か新しいものを生み出そうとする姿勢が、YSL のブランドイメージと絶妙にリンクしている。特に、YSL の持つエッジの効いたセクシーさや強さ、そして遊び心のあるスタイルが、平野のバッドボーイムードと見事に融合しているのだ。このビジュアルが店頭に並ぶことで、平野の存在がどのようにブランド価値を高めるかは非常に興味深い。これまでも、彼は数々の広告やメディアを通じて幅広い層にアピールしてきたが、 YSL とのコラボレーションは、その影響力をさらに拡大させる可能性がある。特に、日本のみならずアジア全域での注目度が高まる中、彼の持つ力が国境を越えてどれほどの影響を与えるのか、今後の展開が非常に楽しみである。ファッション業界においても、平野のようなアーティストがブランドの顔を務めることで、商品が単なる消費物ではなく、その背景にあるストーリーやメッセージが一層強く伝わるようになる。 これにより、消費者との感情的なつながりが生まれ、ブランドの認知度や好感度が向上することが期待される。さらに、YSL のビジュアルに登場するというこの大きなステップは、彼自身にとっても新たな挑戦となるだろう。俳優としてのキャリアを積み重ねる中で、ファッションという新たなフィールドでの挑戦が、彼の表現の幅を広げることにつながるはずだ。これまでの彼のキャリアを振り返ると、その成長過程には、 常に新たな挑戦があり、その都度ファンを驚かせ、期待を超える結果を残してきたことがわかる。今回の YSL アンバサダーとしての役割も、まさにその延長線上にあるといえる。彼がこれからどのようにブランドと共に進化していくのか、その先にはどんな未来が待っているのか、ファンとしても楽しみで仕方がない。また、平野の持つ独特の存在感や個性は、彼のファッションセンスやスタイルにも強く反映されている。 今回のビジュアルで見せたブラックネイルもその一例で、シンプルながらも確固たる個性を感じさせるスタイリングが、彼の魅力をさらに引き立てている。スタイリストの繊細なこだわりや、平野の持つ雰囲気との調和が完璧に実現されており、このビジュアルはただの広告ではなく、一つの芸術作品としても評価されるべきものだ。ファンからは、平野翔のビジュアルが最高にかっこいい、この目で見つめられたら、 もう何も言えないといった熱いコメントが寄せられ、その存在感に多くの人が魅了されている。今回のコラボレーションを通じて、平野翔はまた一歩新しいステージへと進んだ。彼の挑戦はこれからも続くに違いないし、その度に新しい魅力を発見させてくれるだろう。YSL という世界的ブランドとタッグを組むことで、彼の名声はさらに国際的に広がり、 より多くの人々にその魅力を届けることができるようになるだろう。そして、この挑戦が平野翔という一人のアーティストとしての成長にどのような影響を与えるのか、これからの彼の活動に目が離せない。今後も彼の動向に注目しながら、その活躍を応援していきたいと思う。平野翔が日本人初として YSL の店頭ビジュアルに登場することは、ただの快挙にとどまらず、彼自身のアイデンティティや価値観。 そしてこれからの方向性を大きく映し出すものである。今回のビジュアルに映し出された彼の姿は、単にブランドの顔としての役割を超えて、自己表現の一環としても見ることができる。これまで彼が築いてきた、親しみやすくも存在感のあるスター、というイメージと、YSL の持つ洗練された高級感が絶妙に融合し、まるで一つの新しいスタイルが生まれたかのようだ。このコラボレーションの意義は、 ファッションや美容業界における多様性の重要性を再確認させるものである。YSL が日本の若い世代を象徴するアーティストである平野紫を選んだ背景には、ただのセレブリティとのコラボレーションを超えたメッセージが込められている。多くのブランドが伝統的な美意識や規範にとらわれる中で、YSL と平野はそれらを乗り越え、新しい価値観を提示している。特に 挑発的でありながらもどこかピュアな魅力を持つ平野の姿は、固定観念にとらわれない新時代のアイコンとして多くの人にインスピレーションを与えている。さらに、彼のビジュアルに取り入れられたブラックネイルやスタイリングのディテールは、一見シンプルに見えるが、細部に至るまでの緻密なこだわりが垣間見える。スタイリストたちが彼の個性を最大限に引き出すために施した工夫の数々は、単なるファッションの枠を超え、 平野という人物の真相に迫る手助けをしている。ブラックネイルという選択は、強さと繊細さが同居する彼のパーソナリティを象徴し、そのアンバランスさが新たな魅力となって多くのファンの心を捉えている。これらのディテールが、彼の挑戦的で新しい一面を際立たせ、見る者に驚きと共感を呼び起こしている。YSL のアジアアアンバサダーとしての平野翔の活動は、今後さらに幅広い展開が期待される。 日本国内だけでなく、アジア全域で彼の影響力が広がることは間違いなく、YSL のブランド価値を新たな次元へと引き上げる一助となるだろう。特に、日本人として初めてのビジュアル登場という快挙が、他の日本人アーティストやモデルにとっても希望や目標となることで、業界全体の活性化につながる可能性がある。YSL と平野章のコラボレーションは、単なる広告キャンペーンを超えた文化的な現象として、 これからも注目を集め続けるだろうファンたちは彼が次にどんな挑戦を見せてくれるのか胸を躍らせながら期待している。平野翔はその才能と努力によってただの人気俳優やアーティストの枠に収まらずファッションとビューティーの新たな象徴としての存在感を強めている。この先彼がどのような形で自身を表現しどのようなメッセージを世界に発信していくのか目が離せないだろう。 YSL のアンバサダーとしての活動を通じて、彼が伝えたいこと、見せたい世界は、ファッション業界にとっても、そしてファンにとっても刺激的で革新的なものとなるに違いない。そして、平野翔が次に目指す先には、より大きな挑戦が待っているはずだ。国内外問わず、彼の存在はこれからも進化を続け、多くの人々の心に強い印象を残していくだろう。その姿勢は、 今を生きる若者たちにとっても大きな励みとなり、新しい夢や目標を抱くきっかけとなる。彼の歩む道がこれからどのように展開していくのか、その未来に期待を寄せつつ、YSL との輝かしいコラボレーション。